これは工房でですね、あの、あれ。これですか？こちらの方。高台てるから。素晴らしい。そっちは、まあ、そっちの方の道祖神の方が有名です。この石仏の。道祖神。道祖神のほら、あの、男女。あ、あれですか。あれが、あの方が、ちょっとこう、あれ、はい、ですね。おぉ。途中の石仏にいるんで。これ、ほら、男女みんな。はい、はい。男と女、いや、あの、男女の。土地は道祖神多いですよね。そうですよね。まあ、これですので、あの、班長の方は、いただいているのを通っていくことで、お願いしたいと思います。また、あの、日半過ぎに、小休止ということで、休憩を取りたいと思いますので、ご覧になってください。作業終了後、簡単ではありますけども、ゲアセンターにて、了解を、用意しておりますので、質問できる方はよろしくお願いしたいと思います。もっと強くある。でそこに溜まった泥を昔は毎年年に1回こう上げると、はい、泥であの道祖神さんを作るようになった、はい、ああ今あの土はどっから土はね、はい、あ毎年あれを解体して、はい、あれまたね練ってるんだ練ってその土使って、うん、ああ何回も何回もなるほど足りないとそこら辺の山からあの穴開いてるところからそういうの持ってきてはいはいはいそれでこうちょっと足りなくなった、うん、流れたやつとかを足して足してああなるほどすごいですね10年も続いてるみたいですね、はあ、いや伝統は歴史ある歴史ある、はあ、これが小学生、はい、保健には小学生の頃、はい、これぐらいの船を作って、はい、灯籠でおお、それは綺麗ですねこれを、はい、綺麗にし終わった夜に、はい、今は今日の夜です昔はやらない今はもう今やらないですあの灯籠の裏本上部です灯籠を流して、はい、昔、そういう感じのやつを裏ボンでそう裏ボンであのこの中でやるみたいなああ。あそこにあそこ神様いるんだよねあそこのちっちゃい石がこれはほら防火用紙好きになったからそうそうそうもともとなんかもっとこう見たらせんがああ。はい、見たら見ていけよ大体どの辺から行けよ周りにその池がその池、そういう、それをあのこう囲ってこれは囲ったのは防火用水に、はい、にするために金を下がはい今ここへ出てたんだなるほど今度はこれが溶岩になっ